こんにちは。2月のオリズン通信です。今月も MC の三宅と元山くん。元山仁士郎です。よろしくお願いします。テリアさん。沖縄タイムスのテリアです。よろしくお願いします。あと、コウさんがいらっしゃいません。コウさんはどこにいらっしゃるんでしょうか？コウすいさん。ません、自宅です。どうして自宅にいらっしゃるんですか？ちょっとですね、自宅の玄関と格闘しまして、負けあましら、た。負けちゃったんですか？はい。で、自宅の玄関と、はい。やったんですけど、ちょっと荷物を持ってて、玄両手関が使のえなかったんです階段をね。踏み外しまして、あら、大変だ。鼻をぶつけまして、やっぱり高いと思うんですよね。鼻で、がちょっ高かとったんですね。何針縫っちゃって、それではい。まだ糸が入ってるので、ちょっとあ今ら。日ここに、絆創膏をつけたままなんですけど、みっともないですが、今日はすいませんが、よろしくお願いいたします。ごめんなさらはるよ。でも、振らせていただきますので、よろしくお願いします。い。はい、よろしくお願いしよろましくおす。願いします。今月もお伝えしたい、あとお伝えしなければならないことがたくさんあるんですけれども、まずは、直近、おとといのニュースからお伝えします。はい、2月26日にですね、日曜日、県庁前に1600人の人が集まったということで、今日お伝えするようにですね、沖縄県内では台湾有事を理由に、急速な軍事化っていうのが進んでいると。その様子を目の当たりにしている沖縄の人々が、第二の沖縄戦を起こさない、平和外交を求めて声を上げざるを得ない状況に立たされています。元山君もリレートークで話をされていらっしゃいましたね。はい。どんな話をされたんですか？そうですね。自分自身は、最後にまた話しますけれども、県民投票から4年を迎えた2月24日の、その翌々日の26日の集会だったので、県民投票のことを話しつつ、こういう脅威が煽られる中で、私たちができることとしては、家族とか親戚とか職場の方だとか、友人だとか、いろんな人とやっぱりちょっと怖いよねっていうことだとか、この軍備増強や訓練ってなんかどうなっていくのかなみたいなものを話して、意思表示をし続けるっていうのはできることなんじゃないかということをスピーチで話をしました。今回主催って、どれぐらいの年齢の人たちが主催してたんですか？そうです。これは、本当に、年配の方と、2、30代ぐらいの若い人たちで一緒にやって企画をしていて、自分自身は企画のメンバーにいないんですけど、企画していて、当日司会だとかやられてたのは、2、30代の方たちでした。後でも話していただきますけど、すごい若い人たちが頑張っているっていうね、どんどん新しい人たちがきちんと声を上げるっていうことを、リレーが続いてるみたいで素晴らしいですね。で、こういうふうにですね、県民が平和を求めて、公の場でみんなで声を上げてるっていうのに対して、照屋さんが浦添市牧港にあるキャンプ金山の汚染の問題では、とんでもない隠蔽画策メールが出てきたっていうことなんですけれども、多分見てる方は分からないと思うので、そもそもキャンプ金山の汚染の問題って何ですかね。そこそうからでちょっとす教えていね。ただければと、はい、思これいます。隠蔽する方向で議論という文字に惹かれてしまうんですけれども、2月の沖縄タイムスの紙面で取り上げられたニュースなんですが、キャンプ・キンザーっていう、沖縄本島の中部にある兵隊基地ですね。アメリカ軍の基地があるんですけれども、そこで2019年に米軍が深刻な土壌汚染がありますよという報告書を作成してたんですね。で、それを公表せずに隠蔽してたっていう事実が分かりましたっていうのが2月のニュースなんですけれども、それだけでもけしからないんですが、その前にですね、このジョン・ミッチェル特約通信の記事なんですが、その前の1月にこの報告書がありましたっていう、またスクープをジョン・ミッチェルさん出してるんですが、そのスクープがこの2019年に作られた報告書の中によると、2018年に
アメリカ軍海兵隊公衆衛生センターがキャンプ・キンザー内の土壌を調査したところ、基準値よりダイオキシンが520倍、PCB が41倍、ヒ素が51倍の、土壌汚染にさらされてますという報告書が出来上がってましたっていう、うん、はい、もうこの時点で、このキャンプ・キンザー内の人たちと、まあ、その近隣の住民に健康被害のリスクがありますっていう報告書が出来上がってたんですが、それを公表せずにずっと隠蔽したままであったということで、で、このジョン・ミッチェルさんがアメリカの情報公開請求で資料を取り寄せたところ、それが発覚して、ジョンさんが報じなければまずそもそも表に出なかったニュースでしたということと、でジョンさんまた調べたら今度は隠蔽工作をしてたっていう、はい、メールを、うん、内部メールを入手してそれをまた報じたっていうことなんですけれども、要は、キャンプ・キンザー内ですね、はい、ベトナム戦争の時に使われた農薬だとか、はい、そういった武器弾薬とかっていうのがちょっとずさんな管理のまま放置されてたんじゃないかっていうのがずっと前から指摘されてまして、でそれが実際、90年代にその土壌汚染が把握されたんで、今度またその部分からまたキャンプ・キンザー内のどっか移しちゃったんですね。そうすると汚染がより広がっちゃって、キンザー内部でもかなり深刻な汚染状況にありますという報告があってですね、でこの、米海兵隊の公衆衛生センターはメディアなどを通じてキンザーの住民や労働者にこういう危険がありますよっていうのを伝えた方がいいですよっていう訓告を出してるんですけれども、それをアメリカ、その現地の海兵隊側は現地のマスコミが騒ぎ立てるんで、そういうことはやるべきじゃないっていうふうに反論をしてて、結局うやむやになったままジョンさんが報じるまでずっと放置されてたっていうことですね。現地のマスコミは何て言われてたんですか？ちなみに現地のマスコミはですね、何でしたっけ、悪名高く敵対的っていうふうに言われててすごい名誉な、すごい名誉な NHK や共同通信、沖縄タイムス、琉球新報っていうふうに、地元紙がこんなに大きく世界的に取り上げられてる、もうアメリカ側にも認識していただきましてそうですね、まあそもそも隠蔽自体もけしからないんですけれども、はい、土壌をもう汚染してますんで、それをそのずさんな管理自体もけしからないんですが、こういうのも米軍基地が返還されると必ず大体そういう事実が明らかになってくるんですよね。そういうところで言うと、まあ、アメリカ側にこの現状回復の義務がないっていうところも指摘されてて、だからずさんな管理につながってるんじゃないかっていうふうにも言われてますね、うん、これで2013年の6月にも今返還されてとサッカー場になってるカデナーの基地の跡、うんうん、今出てますけれども、そこからもドラム缶108本とか、まあ、高濃度ダイオキシンが検出されたっていう風なニュースがあって問題に なりましたように、こういうその問題が繰り返し起こってるっていうところについて、今テレアさんからもお話ありましたけど、本山さん、何が問題だというふうにお考えになりますか？うん、そうですね、この地位協定の中での、 その現状回復がアメリカ側にはないというような、うん、まあ、文言であったり解釈っていうのが本当に問題になってるとは思います。で、先ほどのドラム缶の、発見されたっていうので小学生たちが遊んでた、まあ、サッカーグラウンドの下から見つかって今駐車場になっているんですけれども、まあ、これ現状回復義務もアメリカ側にはなくて、もうドラム缶にはもう当時のダウケミカルっていうその、うん、枯葉剤を、はい、製造してた会社の、刻印まであるので、これ明らかにもアメリカのものだっていうのは分かるわけですけども、まあ、それを、まあ、アメリカ側は何も追わず、まあ、基本的に何も追わずに、沖縄 市側がですね、特に、まあ、日本側含めて、負担をしていて、まあ、もう本当に自分自身が見てる、IPP っていうこの環境汚染のことをものすごく熱心に調べられている河村さんという方のやられているホームページ、市民団体なんですけども、そこでは、まあ、9億円以上に今この除染というか汚染を除去するのにかかっているっていうふうなレポートも出されていますね、うん、日米地位協定の4条っていうのが、4条1項かっていうのがありまして、そこで基地返還時
に米軍はまあ原状回復義務を負わないっていうことにはなっているんですけれども、でも例えばその世界の方がどう外国がどうなっているかっていうところを見てみると、例えばドイツとかだとあのボン補足協定っていうあのものがありまして、そこではですねやっぱりまあ米軍の方があの原状回復をするというふうに定められてますし、まあ、53条では米軍基地にもドイツ法令の適用があるってことがきちんと書かれているし、あと54条 A とか54条 B によるとあの米軍の環境影響評価を行う義務まで定められていたりとか、環境への負担がまあ不可避である場合の米軍によるその適切な調和措置の義務とかって、まあ、そういう踏み込んだ義務まできちんと定められてるんですね。だからやっぱり日米基地協定に比べてやっぱりその外国の方を見ると、まあ、いかに日本の地位協定っていうのがあの日本にとって不利益な内容になっているかっていうのがあの文言見てもあるのと、それに加えてあの今お話ししたドイツのところで言うと、あのアンスバッハっていう市にあの基地があるんですけれども、そこであの PFOS が、まあ、出てきたと、あの魚から PFOS が出てきましたよっていうあの事件があった時には、あの米軍の方はドイツの、 あの調査にもちろん協力してますし、その上であの原因物質排出したっていう責任を認めて米軍の方のお金であの浄化作業を行っているし、あとラムシュタインっていう基地が、ラムシュタイン基地っていうのがあるそのラントシュ、ラントシュトゥール市かでも、うん、あの下水処理場でなんか凍結防止剤が検出されたと、それが問題になった時には、うん、特に米軍の方に法的義務がなかったにもかかわらず、やっぱりそれも米軍の費用でもって修繕をしているというふうな状況があって、その文言上も、まあ、運用実態も全然日本とは違うような状況が、まあ、世界にはあるというのがすごく問題、やっぱり原状回復義務がきちんとあの明記されてない、あの世界的な原則利用宣言っていうのがありまして、そっちの方ではやっぱり、汚染者負担の原則っていうのがあって、汚した人がきちんとそこはあの汚染物質を除去してそれで返しましょうっていう義務が定められているにもかかわらず、それと全く反するようなあの日米基地協定の文言があるっていうのはすごく大変な問題だなと思います。ちょっと費用の問題出てきましたけど、テリアさん、なんかどれぐらい現状回復費用って今かかってるんですか？そうですね、結局だから日本政府が現状回復費用を肩代わりして、やってるんですけど、例えば沖縄の場合でいうと2018年の時点で、うん、あの日本復帰1972年からの復帰から、あの米軍基地って350回に分けて沖縄に返還されてきてるんですけれども、そのうちあの土壌調査をやったっていうのが19箇所だけなんですね、うん、でその19箇所についてはやっぱり、まあ、汚れちゃってるんで相変わらずずさんなもんですから、うん、だいたい汚れてるんですね。鉛があったりヒ素があったり PCB があったり六化クロムがあったりとかっていうのがあって、結局日本政府が肩代わりして土壌汚染あの現状回復するんですけれども、その19箇所だけでも129億円の税金が使われてたということが分かってます。で結局ね、あの先ほどの日米地位協定があるんでずさんな管理を許しちゃってるからこそ、この日本国民の税金が使われちゃった上に、うん、沖縄の人たちはそれで、まあ、健康被害のリスクをもう暮らしのすぐそばにリスクを抱えたまま生活しているっていうことになりますので、うん、やっぱ地位協定を、まあ、抜本的に変えなきゃいけないっていうことになると思います、うん、そういうその事故があった時の通報とか、あと情報の公開っていうのも全然されてないっていう状況がありますよね。そうですね、結局先ほどの金沢の土壌汚染についても、はい、あの国が積極的な対応してませんので、あの地元の浦添市議会があの情報開示を求めるあの決議をしてまして、うん、それをあ、ま、アメリカ軍に対しても日本政府に対してもそういう情報公開をちゃんとしてくれっていうのを求めてますね。高、うん、さんいかがですか、今のお話聞いて、あの特にその情報公開はきちんとなされてないっていう、うん、はい、特にそのここで発見されているのがその PCB とかね、ヒ素とか、それからまあダイオキシンですよね。でダイオキシンっていうのはあのいわゆる枯葉剤に使われた、ベトナム戦争の時にね、枯葉剤として使われたあの非常にその強い、薬品ですよね。でこれであれですね、あの僕らの記憶ではあの
ペトちゃん、ドクちゃんっていう、体がくっついた奇形の、子供が生まれた。他にもその奇形の、大好奇心の影響であろうという奇形の子たちがたくさん生まれたっていう、非常に毒性の強い薬品ですね。それが、そのまだ、金沢、キャンプ金沢には周辺では汚染が、ダイオキシンによる汚染もまだ残っているということであれば、これはもう早急にやらなきゃいけない話だし、それをその隠蔽するってこともね、一緒に日本政府が、多分その米軍がやるっていうのは、それはその、悪名高く敵対的なマスコミがいっぱいあるから やりたいっていうことは、それは隠蔽したいのはわかりますけど、それに日本政府が加担するってのは一体どういうことかって思うんだよね。だからもう、沖縄にとって一番脅威になってるのは、もちろん、米軍であり、アメリカ軍であるとは思いますけども、それ以上に僕は日本政府が沖縄にとっては一番の脅威じゃないかと。一番悪いのは日本政府じゃないかって、やっぱり、ここまで言わざるを得ないような状況に来てると思いますね。これだけ隠蔽が重なると。というふうに僕は、素直に感じますね。追加するとやっぱりこれ、沖縄ではこれだけ被害が沖縄タイムスはじめ、報道されてはいますけども、横須賀の基地だとか、あるいは横田基地でも、この PFOS、汚染物質の被害が、ね、去年の末頃から確認されているということで報じられてもいますし、やっぱり、今までは沖縄だけの問題だから、日本政府も、対応しないまま、どうにかこれだっていうところが、本当に、じゃあ、横須賀だとか、神奈川県の方だったり、あるいは、横田基地の周辺に住んでいる東京の方たちが、これに対して、いや、おかしいでしょ、というふうな声を、どれぐらい上げるかによって、本当にこの、立ち入り調査だとか、あるいは、原状回復の問題について、もっともっと深く切り込めると思うので、この首都圏の方たちの動きにもまたこの問題大きくかかってるんじゃないのかなというふうに思いますね。その点に関して言えばですね、例えば私が住んでるのは、府中市っていうとこなんですよね。で、府中市っていうのは、横田基地からはだいぶ離れてますけれども、地下水の汚染があって、それが、僕の住んでるあたりにまで来てるんじゃないかっていう調査報告も出てるんですよ。で、あれですよね、元山さんが、通ってる一橋大学も、近いといえば近いんですね。国立、それから国分寺、立川、それで僕が住んでる府中、この辺は、やっぱりかなり危険な、数値が出てるんで、最近やっと、その市民運動的にね、これを調べようという、あれが出てきてるんで、本当にちゃんと調べた後でですね、これを対処してもらわないと、やはり、本当に、住民の健康被害につながる問題ですからね、これははっきりとやってもらわないと困るっていうふうに僕も思いますね。そうですよね。普天間基地の方で2013年と2015年かに出てる環境汚染事故対処に関する内部調達かっていうのが出てるんですけれども、米軍の中でですね、緊急事案以外、政治的に敏感な事案、日本側に通報しないよう指示してるっていうのがやっぱ出てたりして、こういう緊急事案なのかどうかっていうのを、米軍側が自分たちだけで判断できるっていう体制もものすごくおかしいなとも思うんですけれども、やっぱこれをどうにかしようと、どうにかさせようとしない、さっき黄さんもおっしゃってましたけど、日本政府側の体質っていうのは変わらない部分はあるのかなというのをですね、先日西山さんが2月の24日に西山太吉さんがお亡くなりになったっていうことの報道を受けて、この隠蔽体質というか隠して秘密裏にやっていっているしまっているっていう状況は変わらないんだなというのを、どうにかしないといけないなと思いつつもすごく感じたところです。コウさん、いかがですか？最近ね、こういう本を読んだんですよ。で、これは西山太吉最後の告白っていう、新書なんですけれども、実はこれを、
ジャーナリスト会議、日本ジャーナリスト会議っていう会議があって、そこの機関誌に僕書評を書いたばっかりだったんですね。で、これをずっと読んでて、彼がどういうところで、結局は、ある意味で日本政府と、それからメディアによって抹殺されていく状況が非常によくわかるように書かれてるんですね。で、彼自身は、いろいろと、ありまして、女性事務官と情報を通じて、そこから情報を得たみたいなふうに、もちろんそれは事実としてその辺はあったんですけれども、それによってその日米密約が完全に、なんていうの、かき消されてしまったっていうのは非常に残念な、ことだったと思いますね。特に沖縄のね、その返還に関する、最初から沖縄返還っていうのは、なんかこう、黒い影を背負ったまま返還されたんですね。当時の佐藤栄作内閣なんですけども、彼がやったことっていうのは非常にこう、危なっかしいね。で、その日米地位協定では結局そこから出てるわけですよ。だから、やはりその、とにかくアメリカの言うことを聞いて、なんとか、沖縄を返してもらうと。そのためには、非常にこう、日本側に不利なことでも飲んでしまうというのがね、日米地位協定の根底にあるわけで、それをやっぱりね、もうそれから何十年も50年以上経ってるわけだから、これはぜひ日本政府としては、もうね、改定するべきだというふうに言わなきゃいけないと思うんですけどね。うん、そうですね。やっぱり先ほど来問題になっているように日米地位協定の4条1項の話も、きちんと今の現状、国際的にどうなっているかというところに照らして、汚染者負担の原則っていうのを明確に書くべきだと思いますし、そもそもその除去する、先ほどもお話ししたように汚した人がその汚したものをそのままにしていいよっていうことが今の時代まかり通るわけがないので、きちんとその、建物、土地を返すときには、汚した人が、きれいにして返すっていうのも、ことを徹底してもらう必要が、今すぐにでもあるかなというふうに私も思っています。日本にはね、昔かはらい。立つ鳥跡を濁さずっていうことわざもあるんですから、そのぐらいは守れよと言いそうでたすいですね。よね。そして隠すだけじゃなくて、国から県にきちんと説明や協議がなされていないっていうことについても、この訓練がたくさん行われていくっていうふうに、2プラス2で話をされた中でありますけれども、照屋さん、この協議要請、県が国に協議の場を要望っていうふうなニュースが出てますが、これ一体どうして、何を協議要望することになったんですか？そうですね、2月15日に沖縄県の副知事が、上京して政府側に申し入れをし要望をしてるんですけれども、今年1月に、2プラス2があって、日米の、共同演習とか訓練っていうのが増えますよっていうのが示されたんですけれども、その説明、十分な説明が沖縄県側にはなくてですね。で、この訓練が増えるっていうのも、中国を念頭に置いた南西諸島の、防衛の訓練なので、やっぱ舞台は沖縄なわけですよね。で、その前の年末には、安保3文書が、決定されて、自衛隊基地を拡充、増強しますっていうのもあった中で、さらには日米の共同訓練も沖縄では増えますというのが、十分な説明がないまま、すべて沖縄県の頭を通り越して全部決まっていってるんで、沖縄県側としても、住民がね、やっぱ不安に思ってますんで、それの説明をちゃんとしてくれっていう、説明してくれっていうよりも、もうちょっと踏み込んでも、説明をする場を作ってくださいと。これからまた訓練増えていくんであれば、ね、一回国旗の説明だけじゃなくて、ちゃんとした場が欲しいということと、その場を作るっていうことは、沖縄県側の、話も聞いてほしいということで、そもそもね、増強する前にも、ちゃんと地元に説明してほしいっていうところもありますし、戦争のリスクが増えますから、で、住民の避難についても後回しになってますんで、そういったところについてもちゃんと事前に説明した上で考えてほしいということと、決まったら決まったで具体的な説明をちゃんとしてほしい。で、それについて沖縄側の意見も聞いてほしいっていうところを
まあ、当たり前の要求をしたっていうことで、まあ、今までなかったっていうのが当たり前じゃなかったっていうことなんですけど、うんうん、訓練の話が出ましたけど、2月の16日からは県内、沖縄県内と九州の方でも訓練が行われているというのですね。そうですね、これも、はい、まあ、中国を念頭に置いている離島防衛の訓練ですね。アイアンフィストっていう鉄の拳っていう訓練なんですけれども、もともとはアメリカ本国でやってたらしいんですが、やっぱ中国のこの軍備増強の懸念があるんで、今年からこ九州全体を舞台にしてやってるそうです。で、まあ、最前線はまあ沖縄になるんですけれども、それが一応奄美大島だったりとか、はい、喜界島だったり徳之島だったりとかですね、うん、でそれを大分の比重台でもやってるんですが、それは一応離島防衛の訓練として大隊地としてやってるだけで、やっぱ舞台は沖縄南西諸島になってるっていうことで、まあそれだけやっぱ2プラス2も踏まえてなんですが、これ日米の共同訓練なんですけれども、やっぱそういうふうにどんどん軍事化が進んでいくっていうことですね。海兵隊と陸自の共同訓練、ね、そうですね、海兵隊、陸自が800人、海兵隊、沖縄の在沖海兵隊は900人参加してるっていうことです。甲さん、このまあ、九州の方でもこういった訓練行われているっていうところについてどう思われますか？もう本当に全国的に広まってますよね。で、最近あれですね、オスプレイが、はい。大分県だったっけな。あ、佐賀です、ね、佐賀県が、佐賀県にも空港にオスプレイを配備するということを佐賀市長が認めてしまったんですね。うん、だからもうそういう意味では、どんどんその、軍事基地化していくところが、沖縄だけじゃなくてね、日本全国にこう広がっているというのが現状だと思いますね。で、それに自衛隊がこう乗るという形で、で、僕はそこは非常に今の岸田政権の悪乗りの仕方だと思うんですけれども、どんどんそれをその、まあ、トマホークを400発買うとかね、まあそういうその敵地攻撃の行使の例、つまりどういう時に敵地攻撃をすることができるかっていうことを、例を示さないままにね、それをこう全部認めて、その認めた形がこう日本全国に広がっていくと。これはもう決してもう沖縄の問題だけじゃなくなってるんですけども。まあやっぱり本土で暮らしてる人たち、まあ僕も含めてですけれども、そういう人たちはあまりそこにこう目がいかないんですよね。でも沖縄っていうのはもうそばにそれがあって、しかも沖縄戦の記憶がまだね、確かにあるわけですから、しかもそういう戦跡、戦の跡が、そのね、島中にいっぱい残ってるわけですから、これはやっぱり沖縄の人たちは非常にナーバスなのはよくわかりますけど、だけど、やっぱり日本がね、日本の本土に住んでる人たち、僕らも含めて、それをもう少しこう警戒しないと、本当にこれ危ないことになるんじゃないかって思いますね。そうですね。まあ、恐ろしいことに、またなんか、もっと恐ろしいものが配備されるんじゃないかっていうニュースが、タイムスでこの間出てましたけれど、テリアさん、無人機配備案に、が出ているっていうところについてちょっと教えていただけます。そうですね。これはまあうちの報道であったんですけれども、アメリカのシンクタンク、防衛のシンクタンクが戦闘機、はい、今 F-15 が配備されてて、今、はい、アメリカ軍のあれでローテーションで F-22 常駐させるんじゃなくて、ローテーションで配備した方がいいんじゃないかっていう流れの中で、それであれば、まあドローンを配備した方がもっと効率的で、まあ、安くて効率的な攻撃ができますよっていう提言をして、ドローン配備した方がいいっていうふうに提案をしてるんですけれども、まあ、まあ戦争なんでね、やっぱどんどん最先端な技術が使われていくっていうことなんですけれども、嘉手納基地で今まで米軍機が墜落したりとか周辺の住民に、はい、そうもそうなんですけども、いろんな被害をもたらしてるんですが、ドローンという最新技術は、まあ、我々の想定を超える技術なもんですから、どういった被害が出るかもわからない中で、うん、要は目に見えない想像ができない被害がまた出てくるんじゃないかっていう不安があるというところと、うん、やっぱ
結局、そうで被害も想定しづらいということと、あとドローン自体が小回りも効くもんですから、はい、それまた要は被害をまき散らす可能性もあるわけですよね、うんうんうん、そういう意味ではちょっと安易には受け入れがたい、地元市としてはまた負担が増えるんじゃないかっていうところで、はい、なかなか受け入れがたい提案ではあるということですね。これ本山君、地元の上空を無人機が飛ぶっていうことについてちょっとどう思います か、 怖いですよね。確かに、普通に見たらおおっていう、なんか怖いなっていうふうには思いますかね。今、ウクライナ紛争も起きている中で、はい、あるいは多分イラク戦争の時だとかも使われていたと思うんですけれども、確かになんかテレビでそういうのが、飛んでいて、爆撃してるっていうのを見たことがあるものが、うん、なんていうのかな、ついにというのか、沖縄だとか他の米軍基地にも配備される予定っていうところで、少しちょっと信じがたいですし、実際に見たらちょっと怖いなっていうふうには思うと思いますね、うん。すごく今日お伝えしたものもニュースも本当に軍事を再開していってしまっているのではないかっていう恐ろしいところがある反面、若者もやっぱり諦めないで声を上げ続けてるっていうことがありまして、で本山くん音楽祭の話ちょっとしていただきたいんですけれども、はい、やっぱりいろんな声の上げ方があるなっていうのを、音楽祭のニュース見てすごく感じたところですね、はい、これどうして音楽祭することになったんですか。はい、そうですね、県民投票が行われた2019年の2月24日から毎年この音楽祭っていうのを企画して開催をしています。これ、そもそも、県民投票の投票日の、1週間、10日ほど前に那覇の、沖縄県庁の前の広場で県民投票音楽祭っていうのをやって、沖縄県内のアーティストと、県外からも何人か来ていただいたんですけども、音楽を通じてやっぱ投票を訴えるっていう取り組みをしていたんですね。その時なんか本当に県民投票があることをすら知らなかったような18歳の子とかが、なんか多分アーティスト出てくださったアーティストの普通にファンというかとして聞きに来ていて、でもアーティストの人たちがみんな2月24日投票行こうぜと、自分も俺も考えていくよみたいなこととか、そういうのをメッセージとして訴えてたのを聞いて、あ、なんか考えないといけないんだみたいなのを感じてくれて、たっていうイベントがあったんですよね。それを見た時に、あ、なんかすごい音楽の可能性ってあるなと思いましたし、やっぱシンポジウムだとかなりハードルが高かったりもすると思うんですけども、音楽だと本当にみんなで一緒に聴けるっていう感じもあると思いますし、例えば意見が違ってても同じ歌手が好きだったりだとかってすると思うんですよね、はい、そういうなんかすごい間口を広げて、いろんな人が一緒にその場にいられたり、あるいは考えられる機会っていうのは本当に大事だなと思いますし、それこそ何て言うかな、民主主義の一つのなんか原点的なところもあるのかなとも思ったので、毎年、開催してます。で、今年は4回目で名護市で初の開催でした、はい、でコロナももちろんまだ収束してるわけではないですけども、気をつけながら2年ぶりの対面で開催を、3年ぶりか、2020年から2023年なので、はい、対面で開催をしました。で、アーティストの方は、レゲエの、本当に、レジェンド的な存在のムーミンさんっていう方だったりだとか、あと、沖縄の若手のその R&B シンガーの木南さんっていう方とか、あとシンガーソングライターのリントさんっていう方3人に出ていただきつつ、北部地域からなんか貧困と経済を考えるっていうこととか、はい、あとは基地問題ですね、某インフルエンサーの座り込みの侮辱発言の問題だとか、そういうのを、扱ったトークっていうのを交互に行いながら開催していました。素晴らしい取り組みですね。コウさん、こうやって若い人が、私も若い人枠に入りたいですけれど、若い人がいろんな形で頑張っていることについてどう思われますか、今の話を聞いて。そこにしか希望はないんじゃないですか。我々のような老人はもう本当にそんな側面からね、応援はしたいんですけれども、はい、本当にやっぱり若い人たちがきちんと自分のこととしてね、これからの自分の人生だからね、本当に、
そういうことをきちんと自分のこととして考えて、もうこういう運動やイベントを持っていくっていうのは、本当にもうそれしか僕は希望がないと思いますよ。元山さん、頑張ってくださいはね。い、ありがとうございます。この224学祭の様子、YouTube でも、あ、そうかそうちょっとか。3時間半あって、はい。でも、目次というか、ちゃんと、どの部分がどれですっていうふうな案内も載せてるので、ちょっと、かいつまんで見ていただければと思いますし、本当に結構カツカツの状態で、運営をやっているので、グッズ販売とか、ご寄付で、本当に成り立っているようなイベントなので、そちらももし、ご都合、つけられる方は、ご協力いただきたいなというふうに思ってま す。なんて調べたら出てきます？そうですね。では2.24音楽祭っていうふうに調べたら、まあ、ある程度の、上の方に出てくるんじゃないのかなと思います。わかりました。後で調べてみます。それとあとが3月26日まであ、はなんか期い。間のイベントあ、になっそうかていそうか。て、はい。3月26日も一応また同じ名護の、ここの場っていう場所で、同じようにアーティストとトークを交えた、ライブとトークイベントっていうのを開催する予定です。その時は参加できるように頑張って日程調整して。はい。そうですね。まあ、最後にキャンプの話もちょっとしたいなと思うんですが、キャンプ、キャンプ、いつまでキャンプ？そうですね。沖縄はね、2月がプロ野球キャンプのシーズンで、今年は9球団訪れてキャすンプをごやっいでてすくれね。たそうで、そうですね。で、多分これも3年ぶりじゃないですかね、球場に人入れて、観客入れて、オープン戦をやってて、まあ、3月の上旬にはもうキャンプ終わっちゃうんで、今、オープン戦真っ盛りっていうおお。感じで、まあ、皆さん、地元の人たちも楽しんでやってらっしゃるのかなっていうこれ感じで自す。分、私も昨日か、沖縄から東京に戻ってきたんですけども、もう満席でしたし、キャンプ地の近くに行ったら、ものすごい人がいっぱい、集まっていて、にぎわってるなっていうふうには見えましたね。私も空港から出ていくときに、カープの ユニフォーム着てる人たちが飛行場に向かってて、あ、やっぱみんな見に来てんだなと思いながら。結構いますよ。三宅さんは広島ファンですか？広島、九州だし、父も広島出身なので、広島ファンということで、公言はしておりますが、あんまり野球に詳しくないもので、唯一見に行ったことがあるのが、カープぐらいってことな感じですね。すごい楽しかったですね、もう。砂かぶり席でちょうどなんか、このバット振る音がビンビン聞こえてきて、さすがプロは違うなって思った記憶があります。すごい楽しかったです、見るのは。できないですけど。じゃあ、今真っ盛りということで、たくさん観光客の方も来て、あんまりでもコロナも広がってないですね。そうですね、そん今、なに。確かに。そうです。前週比減がずっと続いてますね。落ち着いてますね。すごい平和で良かったです。それでは今月も盛りだくさんでお伝えしました。見てくださって本当にありがとうございます。自由に声を上げられる世の中に生きていることがで、生きていること、生きることができているっていうのは本当に素晴らしいことだなと、今日の冒頭の集会の話から音楽祭の話を聞いてすごく思ったところではあります。ただ声を上げなきゃいけないとか、上げ続けなければならないっていうのはすごく大変なことだなと、他方で思いますので、まあ、そういう世の中じゃない世の中にしていくために、我々はもう頑張って声を 上げ続けるってことが大事かなと思っています。これからもリズン通信頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。来月もよろしくお願いいたします。ありがとうございましありた。がとうございました。